Salut à tous, c'est Steph45 et on se retrouve pour la suite de Jugement. C'est parti. Donc là, je dois retourner, on va aller à l'agence. Si je vois une super sur la route, moi je m'arrête. お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ、汚いところですけど。それで、何の用です？検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ？なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか？さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。
の上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。もしもし、山見さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。あばばよ。Alors, service animateur en temps de délai, je vais me dépêcher. Moi. Je suis passé à la supérieure tout à l'heure. Alors. いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝とけって。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。すいません。Je sais pas moi, j'ai à moitié lu le truc.
沙織さん。お待ちしてました。こちらは美香さんです。八神です。少しいいかな。どうも。半年前に美香さんがついた客、この男で間違いない？うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。美香さんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、正野さんでしょ？そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。橋木さんが上司の悪口言って、それを正野さんが愛想笑いで聞いてて。例えばどんな悪口？全部木戸さんって人の悪口知ってる？アドデックナインって、認知症の新薬。え、ああ知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん。木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか？詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの、とにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね。事件のあった夜、正野の方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃありませんよ。なんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。つまり正野は橋木の話には興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が正野と本当に話したかったのはそこだな。ええ。それで正野なんて？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって、なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだよ。え？梶平の会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。アドデックナイン本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの。うん。なのに木戸さんが実は悪どいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。そっか。橋木か正野の口から梶平って名前は出なかった。梶平？関西で大手のゼネコン、橋木はその梶平のスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって？でも橋木さんって副所長とかセンターの偉い人でしょ。ああ、
なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。でも梶平って名前は聞き覚えないな。今夜は疲れてるとこありがとう。もういいの？ああ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ。事務所まで送るよ。星野くんたちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。C'est vrai qu'elle est jolie comme ça. Alors, rejoindre le cabinet. Pourquoi je suis. Bon. Cabinet. Ah, du coup, reste là. Ah, si, si. Ah, si. C'est là, il y a un combat et tout.Ah, je dis ça, il y a quoi? Eh bon, tu peux revenir. Tag, j'ai qu'un coup de chat là. お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。それがお前と沙織君で出した結論か？ええ。橋木はアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。
そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか。僕、一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでもハシキはそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すためにハシキは殺された。いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドデック9の論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰がハシキを殺したかです。直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ。俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌にあくどく稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。叩けば埃は出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか。その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に。ちょうど明日泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば、俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。Alors, se reposer à l'agence de détective Yigami. Ok, donc toi. Yo, il y a un peu de temps. Il y a pas Saori-san qui a fait un peu de temps. Il y a un peu de temps. Rentrer dehors. Ah là là.
sans poursuite. Ça, c'est bon. よう、黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。え？お前がもしこのまま逮捕されたら、その顔も見納めだと思ってよ。演技でもない。まあ、もし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配で来たんだろう。ああ、もし行ったら無所に殺し屋送り込んでやる。ふん、あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。警察はどんな証拠握ってる。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってるよ。Délicieux, délicieux, délicieux, délicieux. Ouah, c'est délicieux. Et voilà. Bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Jugement. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.